あと思って、バーンダウンロードして。ほんなもう、なんかわかへん。何藤だい斉藤さんか,かなんか <laughs> <laughs> ミュージック、なんか <laughs>、よくわからんけど、なんかアーティスト名、斉藤みたいなの出てきて、もう全然、思ってる曲と全然ちゃうねん。どこ行ったおちゃうやんこれ、俺が欲しいのとちゃうやんって言ったら、全然、ま、間違ったでございますね。デートクスには。 もう一回また聞き直して、で、あれなんですよ。クリック、えー、押したら、同じようにシュッって出ていって。で、このマイミュージック、パーンってなって。で、次聞いたら、入ってた。でも余分に一曲変なもんこううて思って,て。<laughs> <laughs> 難しいね。やっぱり、ネットで買い物するっていうのも難しいわ。まだまだやっぱりアナログなんえね。駅になってたわ。 誰やねんやねろその斎藤さんって「朝一では皆さんからの野菜炒めに関する質問や悩みを募集しています1点岡村隆の「オールナイトニッポン」やっぱりその分かりました僕はあのチェックが甘いんでしょうねおそらくそのチェックが甘いっていうのはそれ分かりましたわこれはもうほんまに伏せとこうと思ったんですけどあのまあ風俗行ったんですよ ほんだら、まあ、まあね。<laughs> こんな、こんな、こんな灰でええのかと思ってまあ風俗行ったんですよ。まあ行きますよ、そら。行きますから。で行ったらですね。まあそこはもうチェックうんんって言うんじゃないんですけども、思いっきり足骨折してる人来たんですよ。<laughs> 足重くそ、それはね、お店の人もね、言ってくれたら、 いいんですけど、そこまでのチェックできないじゃないですか。で、まして足を折れてたら、出勤するなんて思ってないじゃないですか。にもか、か、か、わらずですね。あのー、来た人が、ばっつり足を折れてるっていう。<laughs> まんま松ついてないんですよ。ついてないんですけど、こう、なんていうのちょっとほら、あのー、かかとみたいな、作られてるギブスみたいな、わかりますうん、うん、はい。 それで来たんですよ。<laughs> 気遣いますよ。だから、あ、なんちゅうの服とかもムームーみたいな着てるんです <laughs> あ足、骨折してあるから。わかります <laughs> すぐ脱げるように。で、最初わかれん、なんか、あの、暗いでしょ玄関部その電気、電気もそんなにカンカン照りにしてないから。んで、 カンカンってノックしちゃったから、カーって開けて、あ、どうぞーって言ったら、なんか、すいませんって言って、靴脱い、靴もね、そのなんか片方は、なんちゅうの昔流やったようなも、もカシンみたいなのあるじゃないですか。モカシンっていうか、なんか、なんちゅうのペチャーっとした、なんていうのかなペチャっとした。わかるわかるでしょ、うん、あの靴履いてて、あと思ったら、 カーンって、入り口のちょっとした大理石風のとこにカーンってなったんですよ。あれと思って見たらもう思いっきり足骨折してギブスしたんですよ。ええー、と思って、足どうしちゃったんですかぶつけてしまって、って言って。ええー、言って。うん、でもね、しゃあない。 じゃないですか。でもなんか、えー、これはさすがにちょっと、ねえ、ギ,ギブスってってなるじゃないですか。うん、でも、ね、僕が、だからそこも、僕がチェックせえへんかったからあかんのか <laughs>、それできないっすよね。そこのチェックはできへんけどもやね。僕やっぱ、チェンジって言えないんですよ。今だからほんまに、その、一回、 しか言ったことないですからね。だからチェンジって言えばよかったんですけど、そこはやっぱ言えなかったんですよ。 ちょっとまあどうしたんって言って、言うたら、まあその、なんか、ダンスかなんかやってて、なんか足ぶつけて折れた。そう。それで、仕事大丈夫なそんなんで出て。大丈夫なんですって言って。ここだけですから。いや、そこだけでもそこ気になるけどね。<laughs> ギブスやから,って言っら。いや、すいません。で、大丈夫ですかいや、まあ大丈夫やけど、言うて、言ったけど、まあ偉いもんで、 立ちますよね <laughs> うんそこはもうあれやねなんかうん下半身はチェックするんのよねやっぱこう <laughs> ペーンってこう「あきゃなってんなー」思って自分でも「<laughs> ああいけそうやわー」<laughs> と思って <laughs> じゃ「じゃあお願いします」みたいな <laughs> 骨折骨折は忘れようと思って骨折してることはもうわ忘れよう思ってだからちょっとこうちょっと何て言うのかなあのこう。 えー、体、体勢を変え張るときにちょっと変やったわ。折れてはるから、なんかう、今 <laughs> わかりますラジオでごめんなさいね。なんか、ドーンって音だけになったみたいけど、そのなんか体勢変えるときに、足がやっぱ重い、重いのほかね、力入れへんとか入るんでしょうけれども、ボーンって僕のうち、上に乗ってくるみたいな感じ。それを今ラジオで表すにはそれしかなかったから、こう。 こうなんちゅうのかなちょ,っとちょっとすいませんって言ってこう上にこう覆いかぶさるような格好になった時っ <laughs> 一,回 <laughs> 一回こうベーンってなるっていうだベッドが今,今まで以上にベーンってこうなんか揺れるっていうのかなそういうのまあ,あ大丈夫って言うたら「あ大丈夫です本当すいません」って言ってこの,この人でもどうやってねあの。 お風呂入りはんのかなと思って。お風呂は一緒に入れへんから。でも多分あれでしょうね。足をこう放り出して、シャワーだけフワーッと浴びはったんでしょうね。ちょっとだから、あの、なんていうの自分の足で、ちょっとだけその、なんていうのギブス触ってあげましたけどね。<laughs> わギブスしてはんなぁ思って。なん,こうなんか、プレイしてる時に、ちょっとやっぱ、足と、足と足合わさりますやんか。 その時に、まあ、こんな感覚あんまないなぁと思って、ちょっとまあたぶん僕がギブスさすってることも、足でさすってることも分かれへんやろうなぁと思って、こうやって足スースーってさせてあげましたよ。僕はたぶん、なんでしょう。チェックが甘いんでしょうね。 何にも、こういうとこも含めですけども、もうちょっとしっかり、なんか、あのー、隅々までちゃんとこう気配ってたら、えー、いろんなもんがこう、うまいこといくはずなのに、そういうところがやっぱちょっと甘いんだろうなって、いうふうに思いますよね。あ、体勢変えるところで。<laughs> <laughs> みんな、みんな想像してね、自分なりに。足骨折してるんです足骨折してある人が、うん、ベッドもまあ、それなりに高いんですよ。僕が行くとこ、高さあるんですよ。低いベッドじゃないから。こう乗っかってきはって、で、じゃあいいですかって。ちょっとこう、体勢を変えるときに、こう、ちょっとすいません、つって。<laughs> こう思ってね。こうなんか <laughs> こうね、上,上向いてるとこからこう覆い,いかぶさるときになんていうのかなバーンってなんね元巨人ラミレス33歳の日本人女性と再婚38点岡村隆の「オールナイトニッポン」今週のインパルス さあ、えー、今週のインパルスですけれども、おー、はがきでいただきました、埼玉県ペンネーム、美食家小林からいただきました。えー、小林一茶は、俳句を作る一方で、性生活に明け暮れて、54歳で一晩に5回の性行為、えー、6日連続で1日あたり3、4回していたことが本人の著書に書き残されているらしいですと。最近おとなしいダッパンプの一茶も小林一茶に負けないでほしいです。という、エールね、一茶にエールが。 これなんかほんまなんですかねほんまっぽいですけどね。なんかいろんなニュース、えー、ネットとかにも載ってますけどす。なんか、なんかちょっと嫌ですね。イメージが。そんな、そんなイメージあんまりないな。イメージっていうか、一っささんにそんなにあんまないから。小林さんにね。小林さんにそんなにないから。 ヘントナさんはやっぱりこれからも頑張ってほしいと思うし、ずっとやっぱりこうヒーローやし、ステージが違うとこに、我々と、あの、ステージが違うとこに絶対いてほしいから。でもやっぱり、いっさとかやったらその骨折してでも優しくするんでしょうね。大丈夫って,って。